そして、かっちゃん。かっちゃんね。かっちゃん第一話さっきも言ったけど、ちょっとね、<laughs> あの、なんだろうね。うん、クラスの中にいる、ちょっとイバりンボー。そうですね。みたいなイメージ、ね。机に足乗っけちゃって、立っちゃってね。いや、あれひどいよね。没個性どもがだよ。そうです。もぶがもぶらしく、うっせっそ,うそう。<て> <laughs> あれひどいよね。<laughs> すごい、暴言でんですよね、正直。悪いことしか言わなくて、な,なんか、みんなに好かれるか心配だよね、だから。でもなんか友達いますよ。友達いますよね、っていうかその。そう。お二人一緒にね、遊んでくれてる友達がいるんだけど、なんで友達なのかあの二人に聞いてみたい。 意外と知ってるのかもしれないですよねもしかしたらかっちゃんのそうで弱いとことかそういうとこを知らないとなんか付き合えない気がしてうん、うん、確かにうんああいうタイプはねどっか一つ弱み握っとかないと付き合えないよね、うん、一緒にね <laughs> 確かに <laughs> 確かにそうですよね、うん、一方的すぎると,と一方的すぎるよねううかそうだからプライドが高いっていうのをぜひ皆さんに念頭に,に置いてもらって見てもらえたらそうですね少し、うん 余裕を持って見られるかなっていう。<laughs> あそこにいる生徒の誰よりも多分目標が高いんですよね。うん、そう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 。っていうところで。オールマイトを超えるって言ってるからね。そうなんですよ。あの、一番ナンバーワンを超えるってことは、ね。そう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 。ね。すごいことですから果たしてできるんだろうかな。まあ、だから、デクと枠号、てかかっちゃんがやろうとしてることは一緒だよね。そうなんそですよね。それを目標てって,言うてい,いうのか、中に潜めてるかっていう。の違いだからね。<laughs> 違いですよね。実は似てる二人なんじゃないかなって思いますけどね。で、はい、ございます。